北方雄星は佐賀県唐津市出身のプロ野球選手。現在はベースボールチャレンジリーグの栃木ゴールデンブレーブスに所属。友人の誘いで小学2年時から遊撃手として軟式野球を始めた。唐津市立港中学校時代には軟式野球部で遊撃手と投手を務めた。佐賀県立唐津商業高等学校への進学後は1年次夏からの ベンチ入りを経て、2年時の春から AS の座を確保。夏の選手権佐賀大会では、初戦で敗れたが、秋の佐賀県大会では、前後試合で関東勝利を挙げて、チームを優勝に導いた。3年夏の第93回全国高等学校野球選手権大会では、佐賀大会で通算57イニングを投げ抜いた末に優勝。準々決勝では、 延長15回を完投したばかりか、引き分けで迎えた翌日の再試合も完投した。この頃から NPB 入りを本気で考えたという。佐賀代表として出場した全国大会では、古川工業との1回戦で13奪三振を記録するとともに、チームの勝利に貢献。作新学院との2回戦では、最速時速 153km のストレートで10。 三振を奪ったが、チームは2から3というスコアで惜敗した。なお、甲子園球場の全国大会では、通算2試合で、防御率2.00、23奪三振をマーク。大会後の第9回トリプルエアジア野球選手権大会で、日本代表に選ばれると、2試合の当番を無視点で、しのいだ。二千十一年の NPB ドラフト会議で、 横浜ベイスターズから一巡目で指名。契約金8000万円、年俸720万円という条件で入団した。背番号は28。ベイスターズでは指名後の同年12月2日付で、経営権が東京放送ホールディングスから DNA に譲渡されたため、北方は横浜ベイスターズとして最後のドラフト一巡目指名選手及び横浜 DNA ベイスターズにとって、 最初の新人選手の一人にあたる。2012年には、イースタンリーグ公式戦6試合に登板。0勝2敗、防御率6.91という成績で、一軍公式戦での登板機会がなかった。公式戦の終了後フェニックスリーグに参加したが、チームのナイキ違反などがあったという理由で、参加を途中で切り上げられた。2013年には、 イースタンリーグ公式戦9試合の登板で1勝1セーブ防御率1.72をマーク。一軍公式戦へのデビューには至らなかったが、周期キャンプで時速150キロメートル台のストレートを連投したことから監督の中畑清から一軍のクローザー候補に指名された。キャンプ終了後に参加した台湾でのウィンターリーグでは、 ストレートで時速 158km を計測している。2014年には1軍の春季キャンプに参加したものの、シーズン中は2軍での生活に終始、投球フォームの変更を繰り返す一方で、投球動作中に腕が止まるなど、イップスの症状に悩まされるようになった。自身の10回では、高校時代とのストライクゾーンの違いに戸惑い、コントロールを意識するあまり、 高校の時みたいにがむしゃらに投げることができなくなっていたという。結局、一軍公式戦での登板がないまま、10月3日に球団から戦力外通告。2014年11月9日に NPB12 球団合同トライアウト、翌10日からテスト生として福岡ソフトバンクホークスの周期キャンプに相次いで参加。その結果、同月22日に、 育成選手としてソフトバンクと契約した。背番号は137。2015年には三軍戦9試合に登板。しかし、通算投球イニング5回1、3で18を死9、3を死9を記録するほどの請求難で支配下登録選手や公式戦での登板に至らず、10月4日に戦力外通告を受けた。二千十五年十一月十日には、 前年に続いて NPB 合同トライアウトへ参加。ストレートで最速時速 146km を計測する一方で3人の打者に対して1ア安打1位を支給という結果にとどまったが同月30日にベースボールチャレンジリーグの群馬ダイヤモンドペガサスへ入団することが発表された。背番号は99。2016年にはリーグ戦6試合に登板。 勝敗はつかず、防御率が11.17に達した。前期終了後に対談を申し出たため、7月4日付で自由契約選手になった。2016年7月25日に四国アイランドリーグプラスの愛媛マンダリンパイレーツが北方の獲得を発表した。入団テストを経ての獲得だった。背番号は34で、入団後は 後期リーグ戦15試合の当板で1勝1敗、防御率2.43という成績を残した。8月には、古巣のソフトバンク3軍との交流戦に当板。ストレートで最速時速 150km を計測した。愛媛が出場したこの年のグランドチャンピオンシップでは、第2戦、第3戦、第5戦に当板したが、いずれも勝敗やセーブはつかなかった。 シーズン終了後の11月12日には3年連続で NPB 合同トライアウトに参加。3人の打者に対して1死球を出しならも無安打に抑えたが NPB への復帰に至らずチームへ残留した。2017年には全後期を通じてリーグ戦6試合に登板。1勝2敗、防御率6.00という成績でシーズン終了後に退団した。 対談後のインタビューによれば、野手への転向を進められたことが対談につながったという。2018年1月21日に、BC リーグのシナのグランセローズへ入団することが発表された。16試合に登板指令賞参拝防御率7.22。シーズン終了後に対談した。対談後のインタビューによれば、無給の練習生契約を提示されたことが対談の、 理由とされている。2018年10月31日に栃木、ゴールデンブレーブスへ移籍することが発表された。背番号は20。2019年には、前期の開幕から5月下旬まで、リーグ戦11試合に登板。通算成績は1勝2セーブ、防御率5.73ながら、同月中旬までは、防御率1.00という好成績を残していた。 4月21日の対福島レッドホップス戦まで、同カードでは、視察に訪れた MLB ロサンゼルスドジャースのスカウトによる計測ながら、ストレートで自己最速の100マイルパーアワーを記録している。2019年5月4日に、ドジャース国際スカウト部門の責任者が、BC リーグ前期の栃木対群馬、ダイヤモンドペガサス戦で北方の投球を、改めて視察。 試合後に北方と交渉した結果、同球団との間でマイナー契約を結ぶことで同月8日に合意した。同日には MLB の公式サイト、翌9日には日本のメディアでもその旨を相次いで報道。北方自身も、栃木球団が同月12日の対福島戦後に設定した取材の場でレベルアップのチャンスとしてドジャースとのマイナー契約に合意したことや、 正式な契約へ移行するまで栃木でプレーを続けることを明らかにした。結局、栃木球団は5月30日に北方の対談とドジャースへの移籍を正式に発表。この発表を受けて BC リーグでは翌6月1日付で北方の選手登録抹消を講じした。2019年7月6日にドジャース参加のアリゾナリーグドジャースらそうだと契約。 8月末まで開催されたルーキーリーグで13試合に登板すると、通算投球イニング15回で0勝1敗、1セーブ、21奪三振、防御率7.20、ホイップ2.00という成績を残した。シーズンの終了後に、古巣、栃木球団での自主トレーニングを経て、アメリカでの教育リーグに参加。教育リーグでを得たことから、 ウィンターリーグへ参加したい旨をドジャース側に伝えたところ、同級団スカウトの DJ カラスコがコーチを務めるオークランドトゥアタラへ派遣された。2019年11月から2020年1月までオークランドでプレー。当初はオーストラリアンベースボールリーグのシーズン終了後にドジャースへ復帰した上でマイナーリーグから再び MLB を目指すことを想定していた。 しかし、2020年の初頭からの世界規模の COVID-19 の影響で、マイナーリーグを統括するマイナーリーグ機構は、リーグの開幕を延期することを決定。さらに、ドジャースを含む MLB 全球団が、所属するスタッフやマイナー契約選手の派遣を見送る、ことを、ミルブに通告した。結局、ミルブが2020年シーズンにマイナーリーグを完全に、 中止することを6月30日付で発表したことから北方はマイナーリーガーとしてアメリカで実戦に臨む機会を事実上失った。その一方で BC リーグが2020年シーズンを6月20日に開幕したことを受けて日本へ再び帰国。同年8月31日にはドジャースの参加球団に席を置いたまま。 栃木球団との契約に合意したことが発表された。翌9月1日付の契約で、背番号は36。栃木では公式戦10試合、プレーオフ1試合に登板した。11月4日に栃木を退団するが、引き続きドジャースの参加球団には在籍した。2021年4月24日に FA となったことを自身のインスタグラムで明らかにした。今後については、 また、日本に戻って考えたいと思いますと記した。2021年5月18日、古巣、栃木球団から練習生契約を締結したことが発表された。復帰に際し、球団を通じて、また栃木で野球ができることに感謝しています。スタートは練習生からですが、すぐ支配下に復帰を目指して頑張ります。ぜひまた球場に見に来てください。 とコメントを出した。8月27日、選手契約に変更。背番号は、栃木に最初に入団した2019年と同じく20。全身を使った、スリークォーターのフォームから投じるストレートが持ち味で、ドジャースのスカウトによる計測では、最速で100マイルパーアワー。球場での球速表示では、最速で時速160キロメートルを記録。その一方で、 スライダーカットボールカーブフォークといった多彩な変化球も投げる。躍動感のある投球に加えて、高校3年生の夏に佐賀県大会、全国大会を通じて1180球を投げられたほどのスタミナも魅力である。しかし、上記のフォームでは右腕の位置が定まらず、制球も安定しなかった。そのため、制球力を改善すべく、 DNA への入団3年目にサイドスローへ転向した。ところが持ち味であるストレートの球速が時速 130km 前半にまで落ちたことからおよそ1ヶ月でオーバースローに戻した。対談後に独立リーグを経てドジャースとのマイナー契約へ至ったのは投球フォームのバランスの改善を続けた結果制球力の向上が認められたことにもよる。ジップは 中学生時代に藤井正夫と同じ野球チームへ所属。藤井が福岡大英ホークスへ入団してから溶接するまでは講演会の事務局長を務めたこともあった。北方も幼少期に藤井とのキャッチボールを経験している。その縁で横浜からドラフト会議で指名された直後には指名を受けた旨を藤井の母前に報告。その3年後には前述した経緯から 福岡大英の後継球団であるソフトバンクへ移籍した DNA 時代にストレートの球速が時速 110km まで低下一時キャッチボールすら困難な状況にまで陥ったことからイップスが原因とされているその状況から再び野球に向き合えるようになったのはソフトバンク時代で DNA の投手スタッフからコーチに転じていた力作や 育成選手出身の千賀広次第から真摯に接してもらえたことによるという。ただ、北方自身はイップスを認めておらず、練習では投げられるので、フォームを乱したという方が正しいと述べている。独立リーグ時代には DNA 時代のチームメイトだった投手に支えられながら4球団でプレーを続けた。1球団目の群馬をシーズン途中で退団した際には、 群馬でもチームメイトだった伊藤拓郎が北方に野球を続けるようアドバイスを送ったばかりか DNA での動機だった小村徹に連絡当時小村が在籍していた愛媛の入団テストを経て同球団への移籍にこぎつけた4球団目の栃木では元 MLB 選手の西岡義とチームメイトになったことから西岡の勧めもあってドジャースとのマイナー契約に踏み切った ありがとうございます。